はい、本日はこちらパナソニックの NV-BS900 ということで、まあ、今現在使っている、デッキの修理の方をしていきたいと思います。この間までですね、普通に使えてたんですけど、急になぜかですね、全然ビッグ、うんともすんとも言わなくなりまして、どうしようもない感じです。一番使いやすかった VHS なので、何としても直したいなと思ってます。操作パネルの部分がおかしいのかなっていうところなんですけど、同じ型番のやつを仕入れてまして、で、それが今現状直らない状態なんですけど、まあ、そいつを使いまして、今使っているデッキをですね、最低限直していきたいなということで、ニコイチをちょっとやっていこうかなと思います。まあ、簡単に直るのかっていうところも、確認しながらですね、ちょっとやっていきたいなと思います。実際にですね、壊れたところからちょっとお見せしようかなと思ってまして、VTR がありますので、今からスタートしたいと思います。それでは、VTR スタート。見るがいい。ペナソニック。今ちょっと、エイリアンを見てるんですけど、よかったです。やっぱりこの当時のやつ面白いですね。もう本当面白かった。立て続けに次の作を見ていきたいなと思います。VHS なので用意しまして、今から見ていこうかなと思います。前回お届けした東芝の DVD を今利用しまして、満喫してる感じですね。アレクサ、電気つけて。オレンジーナと煮干しですね。煮干しいただきます。いやー、楽しいですね、映画ってやっぱり。続けて見たくなりますね。あれ?おかしいなぁ。効かないですね、これ。なんで電源入らないんですかね、これ。いや、エイリアンの VHS 入れてるんですけど、テープが、あれ?効かへんわ、これ。ちょっとリモコンでやってみようか。リモコンになります。これ、ちょっと蓋とかないんですけど、基本ですね、これで今まで使ってたんで、大丈夫だと思うんですけど、リモコンでいくかな?なんで ?VTR1、2ってあるんですけど、これが1、1になってて、こっちはなってないんかな?あ、でも1か。いや、今から映画見ようと思ってたのに、映画がですね、ちょっと今見れない状況ですね。うわ、せっかく煮干しとお茶用意したんですけど、ちょっと今、ダメな状況なんで、わあ、ちょっとこちらですね、修理しようかな。もう一台買ってるので、それをドナーとして、これが悪いような気がするんで、これをちょっと取っ替えて、動くかどうか見ていきたいと思います。で、ドナーの方は再生したら、なんかノイズが出たり、なんかちゃんと再生できないんですよ。でもこちらの方は再生としては全然問題ない、ビデオデッキだと思うんで、その辺ですね、ニコイチやっていきたいなと思います。うわぁ、修理していきます。こちら、取り出していこうかなと思います。うわぁ、汚いな、こう。ハードオフのシール貼ったままですね。まぁ、ちょっとこれですね。今からちょっと直していきます。重たい。息切れが。よいしょ。よいしょ。あー、重たい。あー、重たい。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 よいしょ。こら、セット。はい。なんとかですね。こちらの方持ってきました。で、あとですね。ドナーの方用意したいと思います。こちらの方がですね、先ほどの、ちょっと息が切れますね。先ほどのビデオデッキはこちらですね。で、これがですね、だいぶ前にお届けした直らなかったデッキになります。なので、操作パネルは普通に使えていたんで、これとこれを取り替えていきたいなと思います。まあ、そんな感じでですね、今からやっていきます。ちょっとまず動作確認ですね、やっていこうかなと思います。今ここまで持ってきて、もしかしたらまだ動くようになってるかもしれないんで、
ちょっとそうなるとですね、もう動画自体がドボンなんですけど、ちょっとどんな感じかもうちょっと見ていこうかなと思います。ここがすごいテーブルみたいになりますね。テーブルみたいに広いので、ここでこうやって字が書けるんですよね。リビング用、こちらリビング用、ちょっと電源の方入れていきます。どんなになるか。はい、あ、電源はちゃんとついて、はい、テープが入っていると。ここで動くかですね。はい、ここで普通であれば、取り出しは効くんですね、電源を入れずに。でも電源も入らないですし、こんな感じでやっぱりどこに持ってこようが、やっぱ壊れてるものは壊れてますね。はい、という現象になってます。こうやって動かしながら接触不良がないかとか確認してもダメですね、やはり。はい、こちらの方がですね、壊れたデッキなんですけど、つくかどうか。あ、いけますね。はい、普通につく感じです。で、モニターの方も出てると。ちょっと再生してみましょうか。どんな故障かって、なんかなぜかこれ書いてないんで覚えてないんですよね。ちょっとどんな感じか見ていきます。あー、なるほど、LR がステレオモードにならず、キューイキューイキューイとか言いながら、こんな感じでテレビはバグってますね。はい、とはいえこれカセット取り出しますね、ちゃんと聞く感じです。で、リモコンの方もですね、多分ちょっと電源切ってみます。はい、こんな感じでちゃんと聞いてくれるんですよ。リモコンの受光部はここですね。そうか、これを変えて本当にいけるかどうかちょっとわからないんですけど、リモコンの受光部ここだとしたら、これと変えてもこっちが関係ないですもんね。ということはもっと深い部分にマザーボードの方に問題があるのか。まあ、取っ替えれるところは取っ替えながら、ちょっと進めるしかないかなという感じですね。重たいわ。重たい。重たい。あ、おならが出た。重たすぎておならが出ますね。こちらですね。今から分解の方をしていきたいと思います。目的は、こいつを取ることですね。はい、こんな感じで。あ、外れました。次、奥ですね。こちらの方も外していきます。開封のぎをしていきたいと思います。開封のぎれい。はい、こちらの方がメカですね。メカになっていて、左と右で分かれてますね。音声と映像のボードが分かれている感じで、ノイズをこう軽減するような仕組みになってるんじゃないかなと。で、あとアンテナとかですね、まあそういった部分とか、あ、結構ね、なかなか細かいですね。ここを外して、で、この辺も外しまして、前面パネルを外していく感じかなっていうところですね。これで外れるかどうか、ちょっとそれやっていきましょうか。この辺を外しつつ、あ、今のでまたパチンって、いいとこまで取れ、あ、またくっついてもだ。あと、ここですね。とこの辺外していきます。だいぶ来たんじゃない？はい。これでいけたかもしれませんね。取れました。取れましたよ。で、こんな感じになってますね。こんな感じになってます。重たいわ、この前面パネル。すごい重たいですね。こんな感じ。で、で、ここですね。すごいな。で、こちらの方は、フラットケーブルではなくて、ここでソケットで、
それぞれ接続されるようになってますね。リモコンの受光部がここなんですよね。多分リモコンの受光部とかは問題なくて、操作パネルが効かないからリモコンも反応しなくなってるんじゃないかなと思いますんで、まあ、おそらくこれが悪さしてるんじゃないかなと思います。もう一台の方はこれが悪さしてるんかなっていうところですね。こいつも設定を全部きれいにして、で取り替えていくという感じでちょっとやっていこうかなと思います。接点が効かなくなってるんじゃないかなと。これはまあ大丈夫なんですけど、これも一応念のために接点復活剤つけときます。はい、同じくですね、こちら操作パネルが効かない方ですね。開封の儀2発目いきたいと思います。開封の儀こんな感じでですね、エイリアンここ入った状態になってて取り出せない感じです。テープヘッドも傷んでませんし、普通に今まで再生したので、多分この操作パネルで治るんじゃないかなっていうちょっと期待なんですけど、ちょっと外していきます。よし、お、取れました。この辺をまずきれいに接点復活剤を塗るのと、あとまあこちらもですね同じく塗っていきます。掃除もしときます。今から付け替えていこうかなと思います。汚れてんな、つけていきたいと思います。全く同じなんでスルッと入りました、ね、はい、こんな感じでスルッといけました。もうこれでいきなりテストできそうですね。ちょっとテストしていきましょうか。電源の方を入れていきたいと思います。電源オン。はい、こんな感じで、はい、電源の方はですね入った後消えましたね。じゃあこちらですね、電源入れていきます。オン、いけました、やりました、やりましたよ。あれ、でもなんか表示がおかしいかな。はい、映ってますね、映ってますが、音声切り替えおかしいな。イコライザーがどうも動いてないですね。リモコン聞くか、電源停止をしてみます。はい、大丈夫ですね。あー、この音声と BS レベルっていうこれですね、これ今変えると、あ、こんな感じでちゃんと、いやー嬉しいわ、ふう、いやー嬉しい、行きました。いやー、まだまだこれ使えるっていうので、はい嬉しいですね。こちらまだまだ使っていけそうです。だから結局もう一台は直らなかったものの、ドナーとしてやっぱ使えたので、残しといてよかったです。もうちょっとしたら捨てようかなという気分もあったんですけど、もう場所を食うので、どうしようかなって悩んでたんですけど、直ってよかったです。こちらですね、巻き戻しが非常に早いんですよ。この高速感たまらないですね。これを使うとですね、もう他使いたくなくなるんですよね。それぐらい便利で、もう私の VHS の人生ではもうこれですね。もうこれ、はい、うん、はい。静かですよね。ほんでこうアクセスとかもうガチャガチャっていう感じがあんまりなくて、でこれがですね、エイリアン3ですね。これ私が当時こういう感じで貼ったんですね。で本に載ってるところを切り取って、こんな感じでエイリアン3みたいな、テープにしてました。これがずっと今まで残ってて全然見てなかったんですけど、久々に見ると新鮮だなっていうところで、今から見ようと思ってた次第です。でもう一台はじゃあどうなのっていうところを今からお見せしようかなと思います。もう一台つけていきます。
それも治ってたら接点復活剤の効果があったということですよね。これにですね、壊れてた操作パネルですね、これをちょっと取り付けていきます。よし、カチッカチッとな感じで、よいしょ、すぐテストできますね。パネルの方は電気ついてますね。じゃあ電源入るか見ていきます。はい、入らないですね。ということはやっぱり本体は関係なく、このパネルの問題でしたね。このパネルがダメだったってことですよね。だからちょっとこのパネルが直るまでちょっと追い詰めてみるか、ちょっとやっていきたいと思います。今からちょっとやろうと思うのは、ここですね、ハンダが持ってあるとこですね、これがもしかしたらクラックが発生している可能性があるので、切り分けとしてまずこちらフラックスを塗って、でまず、溶かして再度ですね固めていこうかなと思います。それでもしかしたら改善しないかなっていうところをまずちょっと確認していこうかなと思います。なのでちょっとフラックスの方をつけていきます。これでダメであれば、もう一回ですね、ちょっとハンダが足りなくなりました。クラックがあれば治ってるんじゃないかなと思うんですけど、盛り直しました。まあ何も変わらないんですけど、盛り直しただけっていう。もしこれでダメであれば、これ外してちょっとまたこの内側のこの配線ですね、このフラットケーブルが大量に刺さってて、その辺もちょっと外して接点復活剤で戻していこうかなというところですね。はい、ところで治ればいいんですけどね。よし、じゃあ今からつけていきます。ダメやということはもっと違うところですかね。はい、今度はですね、こちらをちょっと外していこうかなと思います。このフラットケーブルですね、全部接点復活剤をちょっと塗っていこうかなと思いますので、ここ2箇所ですね、3箇所か、外していきます。いやー、なかなかいかないもんですね。これを取るとどんな感じか、はい、ちょっと取っていきます。で、このフラットケーブル類ですね、全部外していきます。一旦これを下げて、やつかな、これ多分そのままかな。はい、でまずここですね、接点復活剤つけていきます。こんな感じで一旦ちょっと乾かして、接点復活剤がこの液晶が表示する裏にかかってしまいました。じゃあこれもつけていきます。あ、よし、はい、ちょっとつけていきます。綿棒でこの辺を、でも汚れありますね、これ汚れは結構ありますね。それではちょっとつけていきます。よし、でこんな感じで締めていくと、
いやでも、あとですね、ここの中にこの針金ですね、針金を刺して接点の被膜をですね、あれば取っていきたいなと。これでダメであれば、でもどうしようもないですね。この辺もちょっとは、この中も怪しいですよね、多分ね。見ていきたいと思います。一応、はい、取り付けの方はできて、今光ってる状態ですね。はい。なんか子供が笑ってますけど。じゃあ今から電源を入れていきます。運命の電源。オン！行きました。行きました。はい。ということで、リモコンが効くかですね。リモコンも効くようになったか。いきます。じゃあ電源を入れていきます。電源切ります。あ、いけますね。はい。いや、よかった。結局だから、潰れてなかったんですよね。フラットケーブルが被膜を帯びて、まあ、導通していなかったというところが原因かなと思います。まあ、ハンダをちょっと、クラック疑ってたんですけど、それ全然関係なかったと。今回は、結局ですね、これも壊さずに、捨てずに済んだということで、こちらですね、末長くですね、またドナーとして置いとこうかなと思います。まあ、1台とりあえずあれば、まあ、なんとかですね、リビングでこちら使えるので、ありがたいかなと。まあ、2台使えるのが一番いいんですけど、まあ、とりあえずは1台、使えるのは本当に、いや、よかったです。捨てずに済みました。ドゥ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 これが右か。なんか微妙やな。こっちはめていこう。これちょっとはめていきます。ということでですね、こちら、ツヤの助を使いまして、ショップタオルみたいなやつですね。これを使って、で、綺麗にしていこうかなと思います。早速なんですけど。こう汚れてますね。ツヤの透けが全然足りないですね。一旦こんな感じで戻していきます。今から持って行って、でエイリアンを見ていきたいと思います。重たい重たい S 映像ケーブルをここに挿すんですよね。カメラS 映像ね、変に入力するとね、ピンが曲がったりするんで、大惨事ですね。うん。大惨事になりますね。音声ケーブルですね。音声ケーブルと、あと、ね、音声と S ケーブルで、確かね、使えたはずなんで、これでちょっと見ていきます。あれ？どっちだったかな？これか。こっちかな。やばい。これやばい。これちょっと、コネクタがどれか分からへんな。えっ。LD を痛めないように。ちょっとやらかしてしまいました。ネジをですね、締めるのを忘れてました。いやー、こう、きついよ。全部直してからなんですよ。VHS 了解しました。それでは入力切り替えを VHS にします。じゃあ行きます。 VHS にして、あ、出ました、出ました。よしよし、いけました。いや、これでちょっと
あれ、煮干し、煮干し、煮干し。オレンジーナと煮干し、いただきます。量が多くて飲めないですね。ちょっと量多すぎました。はい。まあそんな感じで、著作権の問題があるので、これにて終わりにしたいと思います。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また、チャンネル登録の方ですね。ぜひ、よろしくお願いいたします。ガオが生まれたベリベリベリガオガオガオ。